いいね、これでかいね。はい、どうも皆さんこんにちは、ローちゃんです。今回はですね、オオクワガタのねボトルテラリウムちょっと作ってみようかと思います。テラリウムね、去年もね2つくらい作ったんですよね。まあだけどね、もう多分誰も覚えてないしね、僕もねあれ1回もう崩しちゃって、普通に虫飼ってるんでね、まあそもそもねテラリウムの中でずっと虫飼うのって相当大変なんで、まあ忘れてください。いや覚えておいても欲しいかな。でですね、今回はねちょっとねもうちょっと頑張って作ってみようかと思います。でね、なおかつホームセンターとかそういうところでね、物が手に入る既製品でねまた作ります。なので自作とかそういうのはなしです。だいたいね、僕みたいのが自作したところでね中途半端なものしか作れないんですよ。プロじゃないんですからね。まあそういうのは置いといてですね、で今回はねこれ容器はね、これどっかの動画で紹介したこれ100均のねボトルですよね。これちょうどいいなと思ってこれもう1個買ってきました。とってもついててね、持ち運びも簡単なんでねいいかと思います。でこれ定床、今度はねしっかり苔玉を作る。これテラリウムとかのね壁にねペタッて貼り付けられる、これクリエイトソイルってやつですね。で水で溶いて使うものになります。でこれ苔、今度はね苔ですよ、山苔。これね結構高かった、これ1300円くらいしたかな。おマジかよって思ったんですけどね、レジ持ってって気づきました。はい、で今回はねこの苔を使ってみようかと思います。でシェルター、この前はね流木使ったんですよ。流木だけど流木ってその削るのも硬くて大変だし、その穴が開いてるちょうどいい形の流木っていうのはなかなか手に入らないっていうか手に入れるのが大変だったんで、今回はもうめんどくさいんで既製品のねフジコンのねシェルター、インセクトシェルターってやつですね、これ S サイズ、これをね買いました。もうこっちまで貫通しちゃってるのがねちょっとねかっこ悪いですよね。どうすならね片方だけから出るようにしてほしいっていうやつをね買いました。これならねどこのホームセンターでも似たようなクオリティのものが売ってますんで、これをね活用していこうと思います。ということでね早速作っていきましょう。はい、こんな感じでしょう。今ピートモスじゃないや、クリエイトソイルに、これピートモスに似てるんですよね、に今水をね加えました。これをね容器の中に入れていきましょう。はい、そしたらですね、さっきのこいつの穴をね埋めたいんで、穴を埋めるようにソイルをねちょっとこうやって塗っていく、作っていくようにします。どのくらい、あ、これでねもうちょうど隠れますね。はい、じゃあもうちょっとね整えていこうと思います。はい、ということでね土をもりもりしました。このね汚れちゃったとこはね後で拭き取るようにしましょう。スペースの都合上ねどうしてもこの辺はねしょうがないかなと思います。そしたらこれですね、苔をちょっと入れていきましょう。カラッカラですね、これでも生きてるみたいです、すごいですね。ちょっと切り分けましょう。この使い方が合ってるかどうかあれですけど、さあそしたらこれをちょっと入れていきますか。これね熱帯魚用のね水草のメンテナンスをするやつですね。お前昔ですね僕熱帯魚やってましたんで、その名残でねまだ持ってるんです。ロングピンセットってね確かダイソーでも売ってるんで、その辺ね活用していただけたらいいかなと思います。これがね水をかけてねしっかり復活して茂ってくれるとね多分すごく綺麗にいくと思うんですけどね、
ああ、これうまくいくのかな。こっちの方が狭いのか。あ、そうかそうか。それでうまくいかないのか。うん。このくらいね、敷き詰めちゃえばね、十分でしょう。あとはね、これ上からね、水をかけて、こいつがね、うまく茂ってくれれば完成です。じゃあね、ちょっとね、時間を飛ばしましょう。真っ暗ですけどね、しばらく時間が経ちました。ですね、作ったテラリウムの方はっていうとですね、こんな感じになりました。しっかり緑がね、戻ってますね。そしたらここにですね、生態をちょっと投入していきましょう。はい、12になってもらうのはですね、この子、オクワガタですね、のアコタニのやつですね。よいしょ、入って、はい。早速ね、ウロの中に入ってきましたね。もうこのまま住み続けてくれることをね、祈りましょう。ということでね、今回はこんな感じで終わっていこうと思います。上にね、餌皿がこれ兼用なんで、この調子でね、ワンシーズンくらいかな、飼っていけたらいいかなと思います。それではまたですね、次回の動画でお会いしましょう。Thank you.